高橋由一チャンネル。GoTo が全国一斉に中止となりましたけれども、うん、これはどうですか。まあ気合って言っちゃったからね、あの気合を一回お休みなんだけど、分かってるのは、エビデンスがない、はい、だからみんななんか言うんだけど、じゃあ、政府の方としてはね、おそらくね、エビデンスが欲しいわけ。エビデンスがはっきりしてれば分かりましたって、そういう感じの話なのね。で、みんないろいろ聞くんだけど、エビデンスはみんなないっていうわけ。でも GoTo やめろと言われるわけね。そういう時どういうふうに対処するかなんだけど、まあ一つのやり方はよく分かんないけれどやめてみるっていうのはあるわけ。うん。それはなぜかっていうと、やめてみたら、なんていうか、がどうなるかって見てればいいでしょ。はい、だからそしたら GoTo が本当に影響があったかどうかって分かるじゃない、はい、だからそれはそれでいいわけよ。とにかく分かんない時にはそういうふうに試していろいろやるってことは実は必要ない。だから多分政府の方としてはいろいろ言われて、エビデンスがないよく分かんない、よく分かんないけどみんなが言う、うん、まあそれだったらやめてみようかっていう感じだと思う、ね、やめてみよう、うん、やめてみよう、やめてみれば、まあ、あれでしょう、それなりに、やめた時のデータを見れば、うん、役に立つことがあるかもしれないと。で、本当に GoTo が原因で、やめた途端にすぐ、やめてね、はい、何日か経ったらすぐ下がってきた、はいはい、っていうことだったら、うん、これはこれでいいことじゃない。なるほど。いいことじゃない。うん。はい、それで、GoTo やめても、あんまり、その、傾向に変わりがなかったっていうことだったら、うんうん、これはこれでもいいことじゃない、関係がないって分かるっていう意味で、ね、はい、だからどっちにしても要するにちょっと先に行くわけですよ、はいはい、ちょっと分かるっていうね、はい、菅さんも多分さ、エコ地になってやめないって言ってるわけじゃなくて、はい、多分分からないんだよ、はい、だから誰かがこういうふうなエビデンスがあってこういうふうに影響がありますよって言ってくれれば分かるんだけどね、はい、それは結構簡単に言えるんだけどね、本当言うとね。そうなんですか。だって地域ごとのほら感染者って出るじゃない、はい、でもしくは GoTo がすごく影響があったら GoTo によって行ってるところっていうのは結構限定されるじゃない、はいはい、でもね、例えばあれでね、神奈川県だったら箱根、はい、で箱根と横浜の状況を比べれば大体わかるじゃない、金沢とかあと京都とか、それに GoTo でたくさん行ってるところってわかるでしょ、はい、それ全部調べて、それとあと普通のところを比べてみればわかるじゃない、はい、なんでやんないんですか。わかってると思うよ、はっきり言って。だからそのエビデンスがないってことは実はそういう差がよくわからないっていう、調べてみたけどよくわかんない、わかんないから、うん、でもわかんないんだけどいろいろ言うと、それでみんながいろいろとマスコミは特に言うから、だからまあじゃあやめてみようと。やめろやめろって言ってるのは誰が一番言ってるの。マスコミでしょ。マスコミなんですか、うん、でも医師会とかが最初に言いましたよね、うん、だからそれはでしょ、やめろやめろって言うからマスコミが報道するって拡散するんじゃないの、うん、医師会だけ言ってたら多分エビデンスがないってことで、多分そんなにこんな風にしないと思うよ、うん、医師会はなんでエビデンスがないのにそんなに言っちゃうんですかね。私の邪推ね、邪推ですよ、あくまでも、うん、自分たちが今まで体制を整えてこなかったからじゃないの。だってそうでしょ、医療崩壊するって言ってんだもん。でもこれも何回も言うけれど、4月5月に、一次補正二次補正して、はい、二次補正では10兆円の予備費を作ったわけよね、はいはい、10兆円の予備費っていうのはコロナ対策って書いてあって、はい、それではっきり言って何使ったっていいんだけど、はい、まあ私のイメージだったらね、各地にねコロナ専用病棟とかね、はい、あとねコロナの専用 の看護区資産とかね、こういうのをたくさん集める。でその時にすぐは何でも増えないけれど、せめてお金を増やして手当を増やせばちょっとは来るかもしれないってレベル。でそれを4月5月の補正予算の時に実は想定してたわけですよ。でそれは予算はついてるんだ。でそれで今は医療崩壊なんでしょ。それでちょっと分かんないよね。正直言うとね、それ予算の時に、うん、なんで予備費になっちゃったんですか。その項目で予算は立てられなかったんですか。わかんないから。わかんないから。わかんないから。わかんない時に予備費としか言いようがないわけ。はっきり分かってて、予算立てる時にはこれこれこうだって積算するからね。うん、はい。これこれこういうふうに使いますってね、どのくらい看護師が来て、この手当いくらぐらいにしますから、はい、っていうので、看護師の数かけるアップの数、金額をかけて予算になるわけ。はい、で他の予算は全部そうやって積算根拠って言うんだけど、はい、はっきり分かるわけね、はい、でも4月5月の時に分からないじゃん、うん、分からないようはない。それはだから要するに年内に多分3波4波が来るって前提だもん、はい
で3波4波来るんですかって予算の時に議論したって誰も分かんないじゃん、はい、でもそれって分かんない時に予備費なの。だから切りのいい数字で10兆円ってぴったりなんだけどね、ぴったりなんてことは積算してないってことは明らかでしょ。でそういうもんなの。で今回はコロナ対策予備費だから、うん、コロナのために使うってね、うん、もう資金使途分かんない、うん、でそれをマスコミと野党が大きすぎるって言って、うん、資金使途明らかに分かんないから予備費にして、俺あのね質問本当に分かんなかったよ。分かんないから予備費にしてんだろうと言っても予備費を明らかにしろって言うじゃない。俺は無理でしょうと、無理だから予備費なのに、はい、あれは本当トンチンも、はい、トンチン感な問答だったんだけど、明らかにしろってできないだろうにって、できるくらいだったら苦労しないよと。結果でも消化できなかったのは、そういうことすぐにいろんな文句言うから、例えば閣議了解だとか手続きはすごく厳格なのよ。え、じゃあすごくめんどくさいからね。めんどくさいから、めんどくさいから、それでよくわかんない話でしょ、はい、よくわかんないで持ってったらまた聞かれたら嫌じゃない。なんでこんな根拠なんですかって言って、ドタカンで、はっきり言えばだよ、ドタカンでひょっとしたらこの回来るかもしれないから作ってきますって話したの、はい、でそれをもし来なかったらどうなるのかって無駄になるんじゃないかって言われるんだよね、はい、そうかもしれませんってのは正しい答えなんだけど、はい、そういうの言いた、言いたくないでしょ、はい、はっきり言って予算ってね、予算化しちゃったらね、はい、あの使えばいいんだよ。うん、でね、無駄と言われてもね、予備費はしょうがないんだよ、うんうんうん、無駄でした、そうでした、でもよかったですねって答えるの。うん、なくてよかったですねと、うん、今後はじゃあ使えそうなんですか、うん、それでね、あの予備費の話ってね、私もねちょっと政府の中にいるでしょ、はい、たくさん余ってるらしいですねって言ったら、やっぱり結構問題意識が出ちゃって、はい、そしたら前7兆円余ってるって言ったんだけど、はい、なんか言ったらすぐ2兆円使ったね。そうなんですか。だから案外そんなもんなの。へ、うん、使う前にいろいろね、マスコミの人ってすっごく言うんだよ、はい、聞いてきたりね、はい、でね、これはね、はっきり言ってね、使った後にやってもらいたいって話。あ、うん、使った後にあんたこういうふうに使って変だですねって言われるのはそれが一番いいよ。ただ うん、やってる最中にいろんなこと言われると本当に大変なの。で本当はあのこういうのはね、あのね、会計検査院っていうのがあってね、それで終わった後にチェックしていくの、うんうん、それであと国会も実は決算委員会ってのがあるの、はい、だから会計検査院なり決算委員会が1年後ぐらいに後でしっかり変な支出があったかどうかをチェックすると、うんうん、でも全然決算なんか報道しないでしょ。そうですね、うん、ちょっと話変わりますけど、はい、うん、その GoTo が中止になりました、で、あの外国人の受け入れっていうのはどうなるんですか。あ、外国人の受け入れは、あの感染があまりないような国からは徐々に入れていくって、ビジネス客っていうのはずっと入れていくっていう方針ですね。なってますよね、うん、であれはあの、まあ、細かいこと言うとちょっとあのちょっと問題もあるんだけどね、はい、要するにね、あの在留資格があるかないかっていうので、うん、チェックが厳しかったり厳しくなかったりするわけ。それは本当は在留資格あってもなくても同じなんだけどね、はい、あと日本国内の方であれだよね、あんまり隔離しないですって言っちゃうとかね、そういうのもあるんでね、あれは運用をきちんとした方がいいと思いますよ。なんかそっちがも実は問題なんじゃないかっていう人もいるんですか。そういう人もいる。だからそれもエビデンスが分かんないんだけど、それもエビデンス、うん、だからみんなエビデンスが分かんないのよ。あ、うん、だから分かんないから、そういうふうな話も変に言われたら、じゃあ試しにやってみようかなというのはあるかもしれない。今後ありえるかもしれない、うん、だって試しに何でも分かんない話っていうのは、うん、とにかく試してやらないと本当に分かんない、うん、だからもう仕方ないから、うん、そういうのじゃあちょっとここは厳しくしてとか、そういうの試しにやってみるっていうのがあるんですよ。皆さんの質問をお待ちしております。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。